初代鬼畜クエスト覇者23。2015年8月初実装、キミコが実装されたばかりでキミコ難民多数。多くの人はこんなパーティー編成で挑んだはず。アビリティ少ない。中ボス戦からが鬼畜、敵の HP が高く、かつ雑魚全員が即死を打ってくる。雑魚処理終わる頃には残り3ターンなんてことも。もちろん中ボスの HP も高い。削っても削っても回復しやがる。ボス戦はさらにきつい。せっかく倒した即死雑魚が蘇生。おまけにワープまで。こんなクエストやめちまえ。ラスゲとか無理ゲー。多くのストライカーを苦しめた伝説のクエスト。そしてあいつが現れた。行くぜ。ぶっ壊れではないけど完全適正のナスか。正直微妙だった。正直微妙だった。結局こいつが強い。